はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで、なんとですね、まあなんとっていうこともないんですけど、編集してる時にですね、自分の手だけしかないんでちょっと飽きちゃったんで、こんな感じでもうこれから体で語っていくことにします。よし、じゃあね、今回やっていくのはとんかつです。一人暮らし初めてのとんかつです。作ったことないんですよね。唐揚げとか天ぷらとかしてきたのに、謎ですよね。ということで、まあやっていきます。皆さんに一応言っておきたいんですけど、パジャマ洗ってるんで、ちゃんと回ってきたパジャマが偶然同じだけなんで、すいません。変わり映えのしない服で、うん、これが僕の料理してるやつです。全体見るのって写真ぐらいしかないかなと思ってるんで、じゃじゃーん。まあね、ちゃんと料理するときはこれでやります。じゃあ早速画角を変えてやらせていただきます。ひえ、パパパッとね、サラダを作っていきたいと思います。よいしょ、オッケー。じゃあこれを、はい、こんな感じにですね、1枚にまとめたいと思います。ここにとんかつね。それじゃあ、よいしょ。じゃあね、どうするのがいいんだろうね、わかんないや。とりあえずここに数字とかなんか入れてみますね。よし、叩くハンマーがないので、もうなんかごめん、こっちを大切にしてる人ごめん、俺も大切にしてるんだよ。OK。 ということで、こんな感じで叩きました。じゃあですよ、ここに塩コショウをまぶします。真ん中にめちゃくちゃかかってる気がする。そしたらね、これをパン粉、卵を用意しまして、そしたらね、ちょっとね、ちょっと待ってね、圧倒的トレー不足なんで、もうここにね、片栗粉バババってしちゃいます。僕にはね、こういうのがあるんですよ。強くね、これ、これマジで強いんだけど、こういう時。はい、ということで、こんな感じでやったら、そしたらですね、この粉をつけた肉を卵につけて、パン粉につけて揚げるだけ。ちょっとね、今揚げ油を加熱させてるんで、少々お待ちください。で、揚げます。よし、もう一個も揚げます。これなんか匂いがね、めちゃくちゃいい。早っ。まあ多分早っとは言いましたが、多分温度がちょっと高かったんだと思います、入れるとき。おう、もうね、いい色なんで揚げます。いい色っていうか、もうあとちょっとでアウトな色。ちょっとね、トレー不足なんで、こんな形で、まあこれで揚げ終わりですね。まあでも中にはまだ火通ってないと思うんで、こっからちょっと余熱で1分くらい放置しとけば多分大丈夫かなっていう気がします。やっていきます。
ということで、今余熱でね、火を通してる間なんですけども、じゃん、こんなものを見つけました。これ普通のレモンに見せかけて、あの防腐剤を全く使ってないらしいです。結構身が、まあ皮はですね、めちゃくちゃ汚いのが多かったです。まあ、しゃあないね。 OK、 ということでね、レモンを切ってる間に多分ね、ちゃんと火通ったんじゃないかなと思います。切っていきます。はい、よいしょよいしょ、えい、ちゃんと綺麗に入ってる。あ、味噌はね、完璧だったということですよ。まあ、ここは油味噌。よしよしよし、ちょっと上の方黒くなっちゃった。あ、全然見えない。よいしょ、よし、じゃあこんな感じ。あとはね、ソースをちょっと自分でね作っちゃおうかなと思います。一応ね、ちゃんとこういう市販のとんかつソースも持ってるんですけど、今回はウスターソースで、ウスターソースを軸にとんかつソースを作ってみようかな。させたくないかも。まあ自分で作ったらね、自分の好きな味にカスタマイズできるのも、まあ、魅力ではあるよね。そしたらね、ちょっとここに冒険でシナモンとナツメグ入れてみます。匂い喧嘩するかな。案外ね、シナモン肉と相性良かったりするんだよね。さっき結構でもドロドロ。はい、こんな感じにソース移したら完成。ウェーイ。ちょっとね、2枚で30分ぐらいでできちゃって、まだ米炊けてないんですけど、どうしようか。でもあったかいうちに食べたいんで、先にちょっとつまんじゃいたいな、ということでかけに行きます。はい、ということで、ごめん、あのサムネ撮ってたら何も考えずにそう刺しちゃった。ということで、まあこんな感じ、あ、暗い、こんな感じです。てりれれれん、これね、とんかつ作ってる時に気づいたんですけど、あとちょっとで共通テストですよね、大学の。なんでね、まあそれにも勝つという意味でちょっと早めですけど。いただきます。うますぎる。まあ今回はですね、これでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。またね、バイバイ。ドゥル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 、はい、美味しそう。